田とタイマン張っても勝てんじゃねえか、下手すりゃ。タイマンだったらだけど、まあさすがに、ねえ、無理はしない方がいいな。ウカ様の付け出しで、まあ、絶対変わるよね。いいね、こういう三国時代素晴らしいよ。ああ、かわいそうに。反徳川連合解散。関ヶ原を怒らず。どうしよっかな。続けてどっか落としに行こうか。行きます？織田大遠征。織田に遠征して、で、織田のある程度、領土をもらって、で、石田を、なんだろう、うまくちょっと、こう、包囲殲滅する作戦で行きたいよね。結構地形がそんな感じだからさ、やろうと思えばいけると思うんだよね。行ってみようか。よし。じゃあ、とりあえず、織田に、織田を滅ぼす。立花滅んだ、マジか。終わり大遠征。いざ参ろう。出るぞ。石田とは停戦。はい、ひとまずね。お見せしましょう。始まった。戦場を制す。戦場へ参る。織田じゃねえ、これ原家か。まあいいよ、織田の後を引き継いでんだろうな。さし詰め。よーし、イネマジョを滅んだ。ならば次岐阜だ。よし、岐阜も落とすぞ、この勢いで。ここにも大勢力。我らも加勢しますぞ。あ、やべえ、出るぞ、かかれ。あ、意外とやばいかも。あー、ちょっとやばいか。続け。あ、でもまだ浮か隊がいるから大丈夫。我らの勝ちだ。1万の浮か隊がいるから大丈夫。いけるいける。家康亡き後、徳川なぞ大したことはあるまい。もう1610年ですよ。あ、岐阜城落ちた。おやすみなさい。おやすみなさい。出陣します。続けて、せっかくなんで、続け、一つでも多く城を落として帰ろう。短期突撃。戦へ参る。出陣する。続け、出陣する。この戦我らの勝ちだ。もう少しで大阪の陣の、ああ、そこまで来るか。我らの勝ち。でも大阪の陣ってことは俺が攻められちゃうじゃん。それはあかんよ。だって大阪俺のもんだもん。大阪住みの皆さん、俺のもんです。皆さん。腕が鳴るぜ。いざ行くさない。石田とかじゃなくて俺のもんです。やべえ、本当に起きた。大阪、やばい、やばい。ちょっと待った。どこ、どこ。うわ、伏見が。伏見が赤、伏見が、違う、何これ。八幡山、マジか。それはやばい。出陣するぞ。ちょっと急いで、ちょっと、はい、援軍を。緊急事態発生。やばいやばい、まさか石田と突撃か、これ。我が戦、お見せしましょう。ああ、いやちょっと待って、これあかん。やばいやばい、ちょ、うか遠征隊帰ってこい、帰ってこい。今それどころじゃねえ。あ、いや、ちょっと待て、ちょっと待って、これやばいぞマジで。石田が攻めに来てやがった、まさかの。いや、早く落ちろ。出るぞ。ここまで来たら落としてから帰る、せめて。あー、まずい。ちょっと待って。あー、黒ひよこさんが獅子奮迅の戦いをしている。あ、城いないのか、誰も、誰もいないからできないんだこれ。
戦場で華麗に舞いましょう。やくそ、停戦、停戦、いや多分足りない今、あれが、あの信用が、やばい、1万という兵を率いておきながら男と言ってもこんなものですね。強っ、毛利勝長、よしよし、騎乗する、直ちに騎乗する、出陣します、猛スピードで、あー霊体が壊滅、急げー、浴衣に直ちに帰るんだ。おお、すげえ。我が戦、ああ。我が王の城、包囲されました。早く早く。ちょっと待った、これやばいぞマジで。落とされる落とされる。あ、でも間に合うぞ、間に合わねえ。うわあ。最悪だ、沢山で、沢山いい城だよな。ちょっと待って、マジでヤバくねえかこれ。山と郡山からダメだ。うわで出せねえ。とりあえずや、この2人で2200でもいいから、ね、時間稼ぎしよう。八幡山にちょっと行こう。出陣するぞ、出陣するぞ。うわあ、そこで戦になるとはな。よし、見せしましょう、出陣します。あなたたちに勝ち目はありません。よし、撃ち取ったり、出陣する。よく、バイオハザード、お金ないんだよね今。まあいずれなんかできればやるけど、安いのはあるんで、だ昔のやつとかね。先月の収支です。まあ、あの生放送か動画でいろいろできればなと思ってます。ちょっと兵いないのはやばい。誰かは入れておこう。とりあえず大阪城も誰もいなかったんだ、そういえば忘れてたよ。やばいやばいやばい、誰もいない城が多すぎる、あまりにも。やばい、人材不足がいいですね。まあ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 、ま一応過去バイオハザードね、全然視聴率伸びなかったけどね、やってはいました。ひとまず、あ、従属王も、あ、誰誰誰、ええまさか、え、あ、びっくりした、豊臣が従属を望むのかと、あ、いいね、はい、初掛けを従属させます。そして生駒家もじゃあ従属させます。いいよ、浮田家はダメか、さすがにあんな名門が、長宗我部もダメ、あ、いいね、丹羽家従属、金森家従属、いいぞ、傘下がどんどん増えてきた。あ、織田家もじゃあ従属させちゃいましょう。堀尾、やばいやばい、山の内、そして京極、浅野、やばい、マジでえらいことになりそうだこれ。え、なんで豊臣と石田が争ってんの。とりあえず豊臣と手を結んでおこうか、共通の石田という敵を滅ぼすために。城下に移ります、忠義を尽くします。いやマジか、城下に移ります、城下に移り進みます。あとここか、 岩村城、よし、え、まだいる、あとどこだ、いない、いないとこ、あ、あったわ、和歌山城、やべ、マジで人材いねえ。一回伏見城はどうせ俺が、あ、いや伏見城はいつ俺が入るんだからいいわ、はい、よし、 OK、 やばい、人材がなさすぎる。で、石田連合を作ろうか、対石田で OK。 お、我ら盟友、よし、我が戦、お見せしましょう、はい、
いいぞ。やばい、鵜飼がとんでもない大勢力になってきた。もう幼女がたくさん入ってくるぞ。我が娘が一気に増えた。おかえり。助け上杉が来たか。豊臣と組んどいてよかったな。よし、それでは皆さんお待たせしました。石田を滅ぼしにかかるぞ。ついに対石田大連合軍を率いて戦に打つ。でも今回はね、豊臣が味方に、豊臣と同盟を組んでるという意味でかなりね、義は我にありだから。ご命令くだされ。先月の収支です。あ、まだ従属を求める。誰誰誰誰だ。あ、池田家やったぜ。よし、いいぞ。それでは、標的勢力は石田だね。名手勢力は宇家家だ。はい。勧誘戦力、従属してる奴ら全員。あ、真田家もでも意外と味方に引き入れられるんだね。やばい、俺が天下分け目の戦いをこれから行うようだ。いいね。よし、さあ滅ぼすぞ。みんな石田滅ぼすぞ。ここから石田包囲網はできた。完全に来た。はーい、反石田連合が結成。ご命令くだされ。先月の収支です。いいね。ちょっと見てみましょうか。新宇家連合と新、石田連合。ああ、まあ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 、結構いいね。で、新石田連合は前田、大谷、原、石田、あ、少ない。あ、あ、でかい、これは、マジで。ああ、そう。意外と味方になってくれるとこ少ないんだ。豊臣が、だんまり決め込んだのはでかい。豊臣、マジでだんまり決め込んでくれた。よし、みんな、行くぞ。出陣じゃ。出るぞ。必ずや勝つ。出るぞ。必ずや勝つ。出陣する。出陣しよう。いざ参ろう。さあ、みんなの者、直ちに戦を始めるぞ。一気に行くぞ。岡崎城も滅ぼしにかかる。もうとりあえず全勢力にもうあの石田の城を滅ぼすように。あの新石田だったらこれもいい。はい、八須賀もちょっととりあえずね、どうしようか。はい、石田は友達少ないから。そうなんだよな。これは大戦になるぞ。そして戦上手の真田も引き入れる。おお、すごい、長宗我部もついたんだ、こちらに。これはやばいな、人望俺やべえな。そして我らも行くぞ。出陣するぞ。出陣します。戦場で華麗に舞いましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。出陣する。
さあ行くぞ。我が策お見せしましょう。さあ戦が始まった。出陣するぞ、出陣するぞ。もう石田大包囲網、命にするな。おお、生きるのだ大将。お待ちした大将、お待ちした。いいぞ、一気に滅ぼせ。お見せしましょう。沢山の城は早く落としたいな、どっかのタイミングで。いや、伊賀光月はでもいけるな。沢山行こうか。石田に過ぎたるものは、島左近と沢山の城である。先月の終始で清須でもなかなかいい戦いになってるな。いいね。わ、ここか、清須の戦い。命にするな、生きるのだ。命を無駄にするでないぞ。うわぁ、いざ参る敵将。お待ちした、出陣する。助立いたしますぞ。来た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 。よし、急いで亀山城へ。とりあえずここ残りの岸和田城も落としちゃおうか。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。さすがにこれは不利か。沢山はそうそう落とせねえか。弱体化したとはいえ、一時期は繁栄を誇った織田軍を壊滅させることで、石田三成軍とともに東に軍を進めていく浮かれ伊豆軍。しかし石田軍の膨張を見るや、危機を感じ取った総大将ゆかは突如石田軍に襲いかかり、その勢力圏を飲み込んでいくのであった。次回、西を飲め。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかこと鵜飼桃四郎でした。またねー。